えー、マイクバーティラさんから速報でしょうか？コメントが入ってきましたね。うんえー、カブ君こんにちは。愛知は今雷鳴が鳴っています。ということですね。うん、ベルギーもちょっと雷うん。今日はまだ鳴ってませんけど、最近ね。雷が日本でも結構多いということなんですけど、西日本に線状降水帯がかりえー、これから西日本が雨になりそうです。でえー、諸々のニュースです。ということなんですけど、ロシアの？ シャイルバコワ選手っていう選手がいるみたいですね。シャイルバコワっていう、シルバコワのことかなシャイルバコワが膝の具合が悪くて、えー、全力で練習ができず、ドイツで手術をするということみたいですね。うん。シャイルバコワっていうのはシルバコワさんかなうん。ということらしいですよ。 えーと中国政府の報道官が台湾に関して、えー、台湾には多くの大陸の中華料理店が出店しており、えー、そういう意味からの台湾は中国の一部だとの馬鹿げた発言を受けてちょっと馬鹿げた発言ですね、うん、世界のネット民はいいネタができたと大喜び大喜利をね しているそうですって、ちょっとよくわかんない。そんなことが起こっているっぽいですね。うん、ホワイトハウスの報道官も一緒にある。悪乗りをしててえー、中国にはケンタッキーフライドチキンが。 8500点も出展しており、中国政府の言い方を借りるならば、中国はケンタッキー州の一部ということになるなどと発言していますよっていうね、うん、ブーベランが帰ってきました <laughs> なんだこりゃって感じですね、本当なんだこりゃってっと、ね、ことが起こってるっぽいですけどね、うん。はい。でも、なんか最近またちょっと中国が台湾周辺で、ね、軍事演習が始まって、 みたいな感じのニュースあったんで、えってなってますけど、大丈夫なのかって、うん。まあ、不穏な空気もこちらも流れてるかなってありますけどね。シェールバコワさん、ね、ちょっと気になるんですけど、うん。 はい。えユーゆうのややさん、ありがとうございます。えー、かぶさん、私はパンが大好きなんで、朝はパン派です。うん。パンといえば、かぶさんの入院中の朝ごはんを思い出しました。あ確かに懐かしいですね。パンね。うん。やりましたよね。パン。あと、陸上フィギュアと衣装作りもお疲れ様ですね。と。あ、ありがとうございます。うん。朝ごはん懐かしいです。なんかあの、いろんなジャムとかもありましたよね。うん。だから、懐かしいなと思う。マーガリンをかけてね。 うん、マがリンねあんま良くないんですけど健康に悪いんですけどもね、うん、パン派という僕はねまあご飯かなんですけどねでも最近はちょこちょこパンを食べるようになってきたかなとは思うんですけどもね。うん あのベルギーとかと本当にね、あのー、ご飯をを、ね、食べる人はほとんどいないんですよね、結構特別感はあったりしますけども、うんえー、レモンミカンさん、カブ君、聞いてということなんです、娘、羽生さんの1個下26歳の、えー、同級生の女子の友人が昨日進行4ヶ月で離婚しましたってね、うん、ん結婚しましたっていう感じかと思って、テンション上がって、わーって話しました、離婚しましたってね、なんかノリが違うよっていう感じですね。うん A です 進行4ヶ月、うん、すごいですね、本当ね、うん。そういえば、まあ、これ、昔ちょっと聞いたことあるんですけど、柔道の石井聡っていう人がいるんですよ。多分知ってる人いるかと思うんです。石井聡さ,さんっていう人がいて、この方がですね、それこそ結婚してから早々に別れましたよね。まあ、超スピード離婚だったと思うんですよね。うん、あれジョニービアーさんも 男性と同性婚をしましたけど、あの方もスピード離婚だった気がするんですけどね。どうだったんだろう。うん。4ヶ月で離婚したということです。26歳。うん。えへ、ー、いですというね。真面目な子で春頃に結婚しますと幸せ,そう幸せそうな連絡が来たのに、夏には離婚というね。春に結婚して夏に離婚ということです。何があったんでしょうかね。うん。昔バブルの頃はこういうのはありましたよ。うちの主人の友人で大金をかけて、 豪な結婚式をるほど新婚旅行でのトラブルってやっぱありますよねこれ聞いたことあるんですよえ成田離婚 <laughs> 成田離婚って何かあった気がします成田,成田離婚したカップルがありましたこの友人は高校卒業のお祝いに親に高級バイクを買ってもらいすぐにお釈迦 おさかというね、釣りは高級外車を買ってもらい、またおさかってね、おさかってはこれは調子に乗るっていうことですかね、ちょっとわかんないですねえ。そして成田離婚のバカ息子でしたっていうね、ことなんですよね。うん、成田コンってなんか、今でもこれは使われてるのかな、ちょっとわかりませんか、ね。成田離婚っていうのは多分国際、 結婚した人だったら、あ国際の,、ね、あの飛行機を乗っていくっていうのがあるじゃないですか。で、進行だったから多分行けないっていうのがあったんで、まあ最近は多分羽田空港とかを使ってね、日本旅行とかしてる人も多いと思うんで、ね、は、羽田離婚とかもちょっとあるんじゃないかな、ちょっと思っちゃいます。うん。若いからぶっ飛んでいるとはいえ、そんなにすぐに離婚なんて、現代の若者たちは身の丈に合った考え方をしていると思っていたら、やっぱり今も最速離婚はあるんだなとびっくりでした、っていう。 結婚する人も減ってるっていうのは、まあ、あるかなと思いますね。っていうかそう,そういうふうに言ってる自分は何なんだっていう感じでちょっと僕のことは超単純に挙げてるんですけどね。うんまあ、そこはちょっと僕にはやめてくださいね、うん。僕にはちょっと振らないでくださいっていう感じですけどね。うん はい。まあ、そんな感じで。まあ、いい人が見つかれば別に、別に結婚とか悪いりかなとはちょっと思ったりはしてるんで、うん。あの、別に結婚反対とかないですよ、僕は。うん。まあ、いい人が見つかれば普通に結婚とかね、まあ、そういう感じですけど、いなかったら別にいいんじゃないかっていうね、そういうまあ、フランクな感じなんで、うん。別に、あの、いいとは思うんですけど、離婚早いですね、うん、本当。 まあフィギュアスケート界とかで言うと鈴木あちこさんも結婚されていたかなぁとは思うんですけど彼女もすぐにすぐっていうか結構離婚されてしまいましたよねうんなんか結構やっぱね合う合わないっていうのはあるかなぁとは思うんですけどもねはい えー、クリンさんどうもありがとうございます。えー、カブさんこんにちは。岡崎誠さんをご存知なんですね。岡崎さんの解説、本当に良かったです。えっとね、この方はね、あのそんなに詳しくはないですけど、有名な方かなってちょっと思いますね。うん。いかにもテクニカルスペシャリストっていう感じで、えー、とても冷静で落ち着いているんですが、淡々とした中にも温かみを感じるというかということですね。普通に見ていたらスルーしてしまう選手の何気ない動き一つにも簡単そうにやっていますけれど、 すすごくく難ししいんですよとか解説してくれてれああこういう解説はとっても分かりやすいと思いますよね。特にキーガン・ミシング選手多かったおーなるほど今までは見過ごしていた選手たちの魅力をいろいろと発見させてくれる、えー、解説でしたっていう、ねうん、こういう取り組みとかってのはすごいやっぱいいかなと思いますよね。うん で、えー、そんなクールな岡崎さん、宇野選手の演技にはどんなコメントをとワクワク、えー、結果知ってる人、えー、ショート思わず鳥肌が立ちました。おー、やったー岡崎さんの鳥肌がいただけましたっていうことですね。うん、やっぱジャッジとかも、スペシャリストも、やっぱそういう感動とかするんですよね。ね僕もちょっとあの、バイトはね、したことあるんですけど、結構ジャッジの方ね、おーとかあーとか言ってますからね。うん。まあ、テクニカルスペシャリストのパソコンとかはさすがに見ることはできなかったんですけど、ジジャッジ席 とかをってやっぱい坂本香織さんの足のこう、ねえー、わーってこうカットするやつとかも多分こう下がってましたけど、まあ、そ,それよりもです、ね、なんかまあそれだけじゃなくて、まあ、ちょっとこう選手が近づくだけでおーとか、ね、言ってるんですよ、ねね。結構そういうのは面白いかなってちょっと思,い思うんですよね。うん、ショート、うんでえっと、フリー 長い長い沈黙、いやー、途中まで完成形が見れると思ったんですけど、もったいなかったですね、楽ということです。うん、でも、その後はちゃんと素晴らしかった、興奮して褒めてくれましたということですね。で、余談ですが、あのフリー後半の B フリップも、岡崎さんの手にかかると、クォーターかセーフか微妙とのことで、えー、やっぱりテクニカルスペシャリスト、ワーとなりましたって、あー、なるほど、こういったところはちょっとやっぱ勉強になりますよね。うん なるほど、うん。そういったところがあったということですね。あ、あと今大会で印象に残った選手として、ウクライナのシャム・ えー、シャムラトコ選手と、カブさんイチオシのプルキネン選手を挙げていましたよ。おプルキネン君、いいですね、うんまあ。彼はちょっと僕の憧れの選手なんで、うん、結構アイドル選手ですね、かっこいいですね、本当ね。うん、素晴らしかった、ゾーンに入っていたとおっしゃっていました。ということなんで、まあ、こういった、まあえー、スペシャリストのお話っていうのはおもしいと思いますやっぱね。うん はい。面白いですね。うん。あとべよさん、ありがとうございます。えー、かぶくん、こんばんは。私の嫁、姑問題をいつも聞いてくれてありがとう。えー、姑と同居問題ですが、うちは田舎ですけど、うちの近所13件、観覧板を回す家の、うち、うちだけど、あ、なんか、うちだけど、3世帯の同居で、姑、えー、私、旦那、娘の2世代の同居。私自体、子供が5件、あと7件が、 同居老人ですということですね。あ、独居老人ですということで。姑の友達もほとんど老夫婦くらしか、独居老人です。うちみたいな、えー、3世代の同居は田舎でも珍しいみたいですね。ということです。私、調べですけどということなんです。おお、なるほど。結構だからあれかなって、珍しい感じなんでしょうかね。うん。ね、なんか、あのー、ね、結構昔、 っていうか昔というか、まあ、あるのかなという感じはあったんですけどね、うんはい。まあでも地域的にはちょっと珍しいということらしいですけども。うんまあ、とりあえずね、ちょっと、まあ、どんなあのからくりがあったのか分かりませんけど、やっぱこういう意地悪な姑とか嫌な人が家にいるだけで発狂するタイプなんで僕はね、だからちょっとあれですね、やっぱ苦しいのはちょっと勘弁っていう感じですよね。うん まあなんか家族で愚痴なんかあったら、かむくんテレビにコメントしていただいても OK なんで、そういうプラットフォームであり続けたいなとは思ってますけどもね。 はい、えー。そして、カオリンさんどうもありがとうございます。うのワンチャンネルを見ていると、パパさん、ママさんの教育が素晴らしいと思います。ああ、ですよね。確かに。うん。翔馬くんってアスリートの中でもかなりのトップ選手じゃないですか。えー、それなのに、お風呂の排水管のお掃除や洗い物もやるし、きくんが翔馬くんにコロナをうつさないように、えー、成人式の出席をやめたんですよね。おすごいやっぱ。 このお兄ちゃん思いな部分もあるかなと思いますが成人式の出席ってちょっとやめるっていうのはね、あれですね、かわいそうな感じがあります。まあ僕なんかは、まあ成人式なんて行かなかったですよね。まあ本当、その住んでる地域の輩はあんま好きじゃなかったんで、行かなかったんですけどだからそもそもね、招待券来なかったんですよ、二十歳になってもね。あれって思って、ああ、まあいいかって思ってましたねそ。そ,そもそもね、二十歳になったのに、成人式のあの 来なかったんですよ、うん、しかも役所に行ってもえっってなって結局もらうことはできなかったんですよね。だから結局その行きたくても行けなかったっていうのはありましたけど行きたくなかったんで別にいいっていう感じだったんですよね。うんきっと何も言わないけどお兄ちゃんはオリンピックにも行くしねそんなきくんを気遣ってママさん監修でカレー,カレーを作ってあげたり普通アスリートの親なら怪我をしたらって思ってやらせないのにねと。うん だから、うのけの皆さんが大好きです。えー、そんなうのけで去った翔馬くん、怒ることもほとんどないから、エマちゃんに見つめられて欲しそうな顔をするから、おやつもあげちゃうんでしょうかねっていうね、そういうことなんですよね。なんか、あの、うのくんのね、動画のところで、あの、始まる瞬間になんか、ね、テロップがありましたけどもね。うん、そうそうそう。で、今、またうのさんの新しい動画出てるんで、気になっているんですけども。うん、まあ、そんな感じで愛があるよ、ということでございます。 ヒロミユずきさんどうもありがとうございます。かぶくんごめんなさい。一つだけ言わせてください。ゆずきちです。私はステファン・ランビール様の演技も楽しみにしていて、えー、見たい演技の一つとして、今年のフ,おおとフレンズ・オワイズに行こうとしています。おお、なるほど、うんえー。確かにステファン・ランビール様は宇野昌磨選手のコーチとして、えー、ご契約をされていらっしゃいます。もうゆずきちさん、もし行った時きにちょっと you でコメン、YouTube で動画を見てみまし 出してほしいなってちょっと思っちゃいますね。うん。いや、ぜひぜひっていう感ちょっと感想、コメント、動画をちょっと見たいですね。しかしながら、えー、フレンズオン・ワイスにはプロスケーターとしてご出演をされる予定と認識をしております。宇野昌磨選手の指導のために、フレンズオン・ワイスに出演をされるという情報が動画にあるんでしょうかああ、あったかな。皆さんこれ知ってる方いますかね うん、そのような情報があるのであれば仕方ないですがその場合情報操作を教えてくださいもしねこれ知ってる方やったらコメントしていただけるとすごく嬉しいですね、うん、そのような情報がないのであれば宇野昌磨選手の指導をするコーチング時間としてフレンズオンアイスを語るのはお控えいただけませんでしょうかということですねなるほどなるほどこれどういうことなのかな なるほど、うん。ステファン・ランビエル様にもフレンズ・オン・ウェイスの小屋入りをしたら、振り付け情報などを受け取るのが小屋入り前なら、その時から終演までは、出演者としてスケーターとして集中してご自身も観客も大満足な後悔のない演技をしてほしいと思っています。フレンズ・オン・ウェイスではコーチとして誰かの人のためにそこにいるだけではなく、プロスケーターのステファン・ランビエル様であってほしいと思うんで、少しのご遠慮を えー、受け頭割たくてとということですねおなるほど、そういうことですか。うん。これど,どういうことなんだろうちょっとよくわかるんないです。江ノ昌磨選手の死のためにレンズうんなるほどちょ。ちょっと、ちょっとわかんないです。これはどういうことなんだうん。 ちょっとわかんないんですけど、えー、フレンツ・オン・ワイスではあ、もちろんフレンツ・オン・ワイスが終焉したら、コーチ業に集中してほしいと思っていますし、宇野選手の、えー、今シーズンのご活躍も楽しみにしておりますということです、ね。株、え、君、ー、宇野選手、宇野昌磨選手へのコーチからの少しでも多いコストの機会を求めている皆様、いかがでしょうかお願いします。ちょっとよくわかんなかったですね。うん。コメントの意味っていうのは。どういうことなんだろう。ちょっとわかんないですね。うん。 まあこれはだからつまり、えっと、なんだっけ、えっと、ネタバレをしないようにっていうことでしょうかね。どういうことなんだろう。うん。ちょっと分か、すみません、わかんなかったね。もしね、わかる方いたら、ちょっと補足していただければな、と思うんですけどで。この情報ソースがあればいいっていうことなのかなうん。はい。ということらしい。ちょっとすみません、わかんなかったです。申し訳ないですけどうん。 はい。えー、そして、空海さんどうもありがとうございます。えー、こんばんは。今日は日中は晴れて夜から雨が降ってきましたということです。いや、こっちもね、ずーっとなんか昨日から今度雨が止まんないんですよね。まあ、雷になるって言ってても雷はなんな,なかったんですけど、まあ、今度は人下雨がずっと続いてて、なん,なんなんっていう感じがしますけどね。最高気温は31度でした。えー、今日8月17日は気象学者の岡田さんのお誕生日、あ、ちょっとわかんないですね。すいません。この方はわかんない。 ですみ、ね、ません。うん。かぶさん、この方のことは何かご存知でしょうかあ、ごめんなさい。ちょっとわかんないですね。はい。うん。かぶさん、早速の回答はありがとうございます。私は4月26日が誕生日です。したがって、私はおうし座です。えー 5月あ今月9日から10日にかけてのコメントでマスミンさんやキサラキ24さんからの占いの話や、えー、星座の話で盛り上がりましたが、えー、その際に自分は大牛座として似ていて血液型だけはまだ言ってなかったんでクイズにしましたというね血液型なんでしょうかね気に,な気になりますね本当、うんえー、この時マスミンさんがお持ちのお誕生日占いの本によると4月26日と11月15日は相性がいいとおっしゃっていましたが覚えて いああ、なんか、なんか、どうこれ、ちょっと、どうだったんだろうね、マスミンさん、でも、残念ながら、なんか、強かったっていう話もしてた気がするんですけど、どうなんだろうね、うん。で、4月26日の運命の人が11月15日生まれだそうですということなんですけどね。うん、で、推移選定の条件を、株さんが誤認していたんで、えー、ぜひ、もう一度推移し直してくださいという、あなるほど、なんか間違ってたかなっていう感じでしたかね。うん えっと、今回のクイズはしっかり推理したら少なくとも、えー、星座は全問不正解、最低でも1問は正解にあのあ、不正解にならないようにクイズを作成していますというあ。なるほどちょっと、ちょっとなんか間違えちゃったかなっていう感じですかね。うん。はい。で、血液型の整理の仕方も合ってますねということで、B 型ではないとかなり前に書いていたので、残りの3つから判断してくれと思っていました。それあの星座についてはちょっとあんまり あの何月が何,何だったかなっていうのはちょっと分かんないんで、あれなんですけど、あの血液型のところだけちょっとお話ししようかなと,ちょっと思っていますけどね。えっと、さっきね、王、まあ、って僕は予想したんですけど、王じゃないっていうことかな、だとすると。うん。え整理の仕方が合っていますねということなんで、え締め切りまで,ま,でえまだ時間があるので、ぜひもう少しお考えくださいということなんですよね。うん ちょっとね星座についてはちょっと僕何月が何だったかっていうところがわかんないんであれなんですけど血液、まあ、型だけをちょっと答えるとすると、まあ、B ではないんで O か AB か A ということになってくるかなと思うんですけどね。お何かな うんそうちなみに O と A って合わないんですよねあんまりね、うん、相性はえっとね B と O が合うって O と O はまあまあ合うんですよねで AB と O が結構合わないらしいですよねうん何だろう何だろうね分かんないですけどね、うん、合うってことだから O と O か O か B なのかでも p じゃないから O ということになるかなと思うんですけどねうんどうなんだろうねちょっと分かんないですけどねうん はい。皆さん分かりましたかね分かった方いたらちょっとコメントしていただけると嬉しいんですけどね。はい。 はい、えー、こんな感じで、えー、今日終わりにしていきただいて、今度ちょっとさあの答え、えっとクイズについては、今度さっき、あのさっき、えー、ゆずきさんからもちょっとあったんですけど、ちょっとひとまとめにした方がいいかなと思ってるんですよ。でコミュニティー欄に貼っておいた方が楽な気がするんで、あのクイズのとこだけ、そこスクショした問題ののえっとあスクショしたそのコメントをですね、ちょっと他のところに貼ったりとか、ちょっと、えー、対策をしてですねわかりやすくしたいと思います。えー、ちょっとね、今からやるのはちょっと大変なので、あの結構、 コメントが、ね、創作しちゃってるので次ねクイズいただいた時からちょっといろいろ考えてみたいなというふうに思ってますね。うん、あれでもどうしようかなちょっと待ってねどうしようかな。